私はオリンピック選手になるからね。はい、参りました。はい、ニコニコ入ってください。今月、周南市の山奥で行われたテレビコマーシャルの撮影。もし、その声が出んかったらおっちゃんの声で CM 流れるかもしれない。カメラの前で演技をするのは周南市に住む小学生の姉妹です。地元で活躍しているまず子供っていうのをちょっと最初探してたんですよね。2人は全国トップクラスの実力を持つ卓球姉妹。12歳以下のカテゴリーで日本代表に選ばれている小学6年生のカノンさんと、去年8歳以下のカテゴリーで日本代表に選ばれた小学3年生のほのかさんです。CM 撮影終わってみてどうですか？2人とも楽しかったです。2人は周南市の卓球教室ピンポンハウス徳山で日々練習に明け暮れています。練習はもう毎日あるの？毎日です。お休みいつ？1月だけ。高校時代に国体で2年連続全国5位に輝いたことがある母さやかさんの影響で3歳から卓球を始めた2人。どんどんと力をつけ、姉のカノンさんは今年7月に香港で行われた世界大会で13歳以下のクラスで見事3位。そしてほのかさんも全国大会小学4年生以下のクラスで3位になるなど、姉妹揃って注目を集めています。ピンタして仲のいい2人ですが、利き腕もプレースタイルも真逆。下がらない、一切下がらずに前陣で守りながら攻撃できるチャンスを我慢しながら待つプレースタイルのカノンさんに対し、ほのかさんは超攻撃型のサウスポー。どっちかというと守る方が得意な感じかなと。お姉ちゃんは妹は攻めっぱなし向いてるかなっていう気がします。超攻撃型ほのかさんの得意なプレーはというと、サブ。日本で一番じゃ実際にサーブを受けてみたいと思います。かかってこい、かかってこい。全然あの回転が分からず本当返せませんでした。砂糖を除いて2人は性格も真逆だと言います。結構お姉ちゃん黙々とするタイプなんですね。黙々と喋りません。お話ししません。分からないとこだけ聞いてきます。ほのちゃんは一人で頑張るかね。いやすぐ聞くね。分からんばっかりね。来年中学生になるカノンさんのもとには県外の強豪校から誘いが来ていますが、なんで？なんで？残りたいから。ねえねえ、あの牛乳って大さじ何？一方のほのかさんはというと、中学校からさ、お誘い来たらどうする？行く。どこでも行く。どこでも行く。コツコツ努力型で慎重な性格のカノンさんと、強気に何でも直感で行動するほのかさん。机の上にも性格が現れています。誰の机だと思いますか？こちらはほのかさんです。とても汚いです。次、
カノンさん、とても綺麗で整理整頓されています。卓球台がある自宅の2階も案内してもらいました。こちらをご覧ください。こちらをたくさんの賞状がありますね。すごいですね。これは結構昔のやつです。結構昔、もう貼るの諦めました。こちらです。こんだけあります。どうぞ見てください。卓球中心の西見家ですが、しっかりとした教育方針もあります。まず帰ってすぐ学校のことはやる。それじゃないと卓球はさせません。宿題が終わってないと卓球の練習はなし。2人ともちゃんと宿題を終わらせてから練習に向かいます。今から練習場に行って練習をしに行きたいと思います。せーの、来ました。ここ私たちの卓球場、ピンポンハウス徳山です。今から練習頑張っていきたいと思います。毎日練習し結果を残してきた2人に、最近ではマスコミの取材も増えてきました。どうでしたかって言った時に言っていただいて、はいはい、スマッシュお願いします。はい、速い、強っ、鮮やか。本人たちは試合で勝って有名になることもそうなんですけど、みんなからやっぱ応援されて、いろんな人がすごいねって言ってくれると、やっぱり励みになって頑張れると思います。2人にはそれぞれ違う夢があります。私は将来卓球の先生になって、お母さんと一緒に頑張りたいです。私は石川佳純選手みたいになってオリンピックに出て金メダルを取りたいです。周南市から世界に羽ばたく西見姉妹、夢に向かって今日も練習に励みます。本当に可愛らしいお二人で、リポートも上手にしてくださったのでびっくりしました。何か秘めた強さみたいなのを感じて、これから伸びしろしかないなと思いましたね。そうですね、その市内なんですけれども、小学生というと遊びたい盛りなんですけれども、姉のカノンさんは、おしゃれをすること、そして妹のほのかさんはお菓子作りが趣味だそうです。で、普段はですね、小学生らしい可愛い2人なんですけれども、ラケットを持つとキリッとした表情に変わり、真剣に打ち合う姿がとても印象的でした。姉のカノンさんは11月に長崎で行われる全国大会に出場する予定です。そして VTR の冒頭で撮影の様子を紹介したテレビ CM が届きましたので、ご覧ください。私、卓球の先生になるからね。私はオリンピック選手になるからね。これからも見守っていてね。金子石材。はい、2人はですね、CM の撮影は卓球の試合よりも緊張したと言いながらも、終始笑顔で楽しんでおり、取材した私も元気をもらいました。これからも頑張ってほしいと思います。以上、周南スタジオからでした。